ふむ、ものを知らなくて恐縮だけど、わからない単語について補足してほしい。まず、ユニットというのは何だろう？無知は罪ではありません。知らぬを知るのが美徳とも言えます。ユニットとはその単語の意味通りのアイドルの小集団のことです。通常、2名から8名ほどの集団を指します。昨今は珍しくもない、いわゆるアイドルユニットですが、ES 内ではこのユニット単位で活動するのが基本です。ES が華々しく登場して希望に満ちているとはいえ、アイドル業界はずっと斜陽でしたから、個人では食べていけず、アイドルたちが寄り添っていった結果生まれた仕組みのようです。いくつかの成功例を経て常態化したようですが、俺たちが所属するスタプロがその仕組みで大成功を収め、他の事務所もどんどん追従していったという歴史もあります。さすがに風早先輩はずっとアイドル業界の最前線で戦ってた人だな。スマホとかは知らなかったみたいだけど、アイドルの事情や歴史には詳しいっぽい。ES が世界、事務所が国家とするなら、ユニットは各国が有する軍の部隊です。ながら物騒な例えですが、会社や家族などと表現した方が良かった気がします。うむ、問題ない。ニュアンスは伝わったよ。僕たちに部隊あるいは家族のような小集団を結成しろと言ってるのか。イエスは改めて、僕たちはもう他人じゃないな。家族が増えて嬉しいですよ。俺は入院して活動休止するまでは主にソロで仕事をしていたので、ユニットにはあまり馴染みがありませんが、できるだけ努力しますので足並みを揃えてまいりましょう。どうか今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそ。あちこち抜けてるけど、この二人も悪い人たちじゃないよね。仲良くしようとしてくれてる。俺もちょっとは歩み寄らないと。それでこのドリフェスというのは何だろう？端的に言ってライブのこと。ライブはわかるよね、ヒロ君。一応アイドルなんだし。うむ、年末にトリックスターがやってたやつだろ。見たことはあるよ。そうか、あんな夢みたいなことを僕たちが。いや、年末のライブって SS でしょ。あれはドリフェスの中でも最高峰のやつだから。俺たちみたいな落ちこぼれの新人がいきなりあんな大舞台に立てるわけないじゃん。ふむ、そういうものか。そういうものだよ。ちなみにドリフェスはドリームライブフルスコアシステムの略ね。それを略してもドリフェスとは読めないと思うけど、頭文字をつなげると DLFS で、それを無理やりドリフェスって読んでるみたい。とあるアイドル養成学校、夢の先学院ってところにドリフェスっていう名前の仕組みがあって、それを ES がパクったというか発展させた感じ。ドリフェスにはいくつかランクがあって、下から N1、R2、R1、SS、 よりランクが高いドリフェスで結果を出せば、それだけアイドルとしての名声や報酬が高まるみたい。だいたい下のランクのドリフェスで10回分結果を出すより、上のランクのドリフェスで1回分の結果を出す方がはるかに報酬とかは上ぐらいの感じ。桁違いだね。ふむ、
俺たちが出演しろと指示されたドリフェスはお披露目ライブということですから、新人のための登竜も最低ランクの N1 でしょうな。ちなみに N1 の N はニューフェイスの N だとか。そういえば俺たちの当面の最終目標 MDM とやらのランクはどうなってるんでしょう。まだ企画の詳細が発表されてないからわかんないけど、夏の季節イベント R1 の名前は MDM じゃなかったはずだから、工場ライブの R2 じゃない。提示された報酬額とかから見ると規模は R1 並みかそれ以上みたいだけど。ふむ、アルファベットばかり羅列されてだいぶ理解が難しいけど、なんとなくわかったよ。わからない単語とかはそれこそオールハンズ上に専用の情報サイトとかあるから、後でそれ読んで。今はふわっと理解すればいいと思うよ。うむ、僕の場合まずはスマホの利用方法から学ばなくてはいけないんだけど。右に同じです。むしろそちらの方が難題なぐらいです。早めにいろいろ覚えてね。俺たちは土底辺の何も持たない落ちこぼれだけど、何より時間的な猶予がなさすぎる感じだからさ。